皆さんこんにちは。きよしのずんどこ説でおなじみの氷川きよしさん、巨乳に関すること。国内人気低迷で拠点を韓国に置く真相、現在の彼氏の正体、芸能界の闇が明るみになった状況といったさまざまな謎について紹介します。まずは氷川きよしの経歴とプロフィールから紹介します。氷川きよしは日本の歌手、2000年デビュー、本名は山田きよし、一部でキーナという名前を使用することがある。身長178センチ、体重62キロ、血液型 A 型。レコード会社は日本コロンビア、旧所属事務所はながらプロダクション。福岡県福岡市南区出身。福岡市立大楠小学校、福岡市立高宮中学校、福岡第一商業高等学校卒業。2000年2月2日、箱根八里の半次郎で演歌歌手としてデビュー。ビジュアル系男性アイドルのようなルックスを持つ演歌歌手として大きな注目を集め、その実力派の歌唱力やビートたけし命名という話題性も相まって、同年末の日本レコード大賞をはじめとする音楽賞最優秀新人賞を総なめにした。2001年にはオリコンウィーク誌の表紙を飾る。演歌歌手が同誌の表紙を飾るのはオリコンウィークリー時代から数えても松村和子、城之内早苗に続いて3人目であり、男性演歌歌手では初めてのことであった。同年からリリースしている演歌名曲コレクションシリーズは、発売するたびにオリコンアルバムチャート初登場、ベスト10入りを記録している。またシングルにおいても、2001年に発売した2枚目のシングル多い追っかけ音次郎で総合チャートベスト10入りしていこう。氷川きよし名義のシングルはすべてシングルチャートベスト10入りを果たしている。この記録を保持するのは演歌歌手では氷川のみである。2003年頃から通信カラオケシステムダムの機種改良に伴い、同機種で配信する氷川の代表曲では、背景映像に氷川本人の出演する映像が多く採用されている。2003年7月1日から25日、納涼特別公演を中日劇場でした際、中日スポーツに初日から千秋楽までの公演の様子が掲載された。2006年、一見で日本レコード大賞を受賞し、歴代4人目のレコード大賞3冠となった。2007年、きよしの騒乱説で日本有線大賞史上初の4回目の大賞受賞となる。2008年の NHK 紅白歌合戦では白組の大トリを務めた。2017年第50回日本有線大賞で4年ぶりかつ歴代最多となる9回目の大賞を受賞。2020年2月2日デビュー20周年を迎えたこの日、最初のコンサートを行った中野サンプラザで公演、ファンと共に記念日を祝った。同年6月9日初のポップスアルバムボヘミアンラプソディを発売。それに伴いアルバム発売記念コンサートを予定していたが、前年より猛威を振るっている。新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催を中止した。代替としてオリジナルライブ氷川きよしライブが企画され、同年8月2日にマイナビブリッツ赤坂にて無観客で収録。同年10月24日ワウワウプライムにて放送された。2021年9月11日初ポップスコンサート氷川きよし2021を開催した。この模様は同年11月にワウワウプラス、2022年春にワウワウで放送。また歌手活動以外にもタレント活動や歌謡劇への出演などを展開している。2022年1月21日所属事務所により同年12月31日をもって活動を休止することが発表された。22歳からファンの皆様の真心にお依頼したいという思いがエネルギーでしたが、なかなか心と身体が思うようにならなくなり、ご期待にお依頼できないこともあり、来年からリフレッシュのためお休みをいただくことにいたしました。本当に心苦しく思っていますという。なお同年1月27日のコンサートで復帰の可能性について時期には触れなかったものの、ファンの前でもういいと思うかもしれないですが、また喜んでくださるならと述べている。同年4月6日の夜桜演歌祭りにおいて声帯ポリープの摘出手術を受けたことを明らかにした。同月23日に治療を終えたことを報告。
同年12月31日の第73回 NHK 紅白歌合戦をもって歌手活動を休止。理由は氷川きよしでいることに疲れきり、心身ともに不調を抱えたためであり、その後は念願の海外生活も経験した。2024年4月27日、デビュー時より所属していた芸能事務所長寮プロダクションを3月31日付で退社し、独立したことを発表。同日、新会社の設立と公式サイトを新規開設したことを報告した。8月16と17日に東京ガーデンシアターで行うコンサートを皮切りに芸能活動を再開し、10月25日より25周年記念劇場コンサートツアーを行う予定である。2023年現在は特に誰かとの浮いた話などは見当たりません。氷川さんといえば近頃は中性マテな存在で、インスタなどに投稿される姿も美しいと話題。松村雄基さんと噂になったのは2010年7月、週刊誌に記事が掲載されたことがきっかけでした。彼は1984から85年のドラマスクールウォーズで有名な14歳年上の俳優。騒ぎになったのは2010年のこと。フライデーにお泊まりデートが報じられたのです。記事によると彼らはたびたび密会を繰り返し、ほとんど毎回一緒に朝まで過ごす仲だったのだそう。記事内には並んで歩く写真も登場。中には松村さんのポケットに氷川さんが手を入れている写真も。大変親しい間柄といった雰囲気です。出会いは風間トオルのパーティー。彼らの出会いは俳優風間トオルさんのパーティーだったよう。風間さんも芸の噂がある方で、新宿二丁目では有名な存在なのだとか。二人は同志が集まる場で知り合い、その後親密な関係に発展したのでしょうか。彼らは週刊誌のデート記事掲載後に一旦は疎遠になったようです。何でも騒動の影響の大きさを心配した松村さんが別れを言い出したのだとか。ところが2014年に逗子にある氷川さんの別荘で密会していたという続報が登場します。松村さんの所属事務所は取材に対し宿泊は事実としながらも交際については否定しました。これ以降に続報はありませんが、その後はどうなったのかが気になってしまいますよね。俳優の異名、字が強い松村雄基さんですが、近頃はライブ活動、アルバムリリースなど音楽活動にも積極的。2018年の朝芸プラスによると、彼はシャンソンにハマり、シャンソンライブを開催したりもしています。実は日本においてシャンソンはそちらの組合と関係が深く、彼がシャンソンにチャレンジするきっかけも新宿2丁目でバーを営むシャンソンミュージシャンとの出会いだったそう。記事にはベテラン芸能記者が登場し、過去に氷川さんとの熱愛報道のあった彼のシャンソン挑戦は事実上のカミングアウトと分析します。以前は交際を否定していた2人、お互いが事実上カミングアウトした今、復縁や交際宣言などもありえるのでしょうか。幼い頃から女性的だった氷川きよしさんですが、演歌界のプリンスとして女っぽさを隠し続けてきました。SNS でも氷川きよしさんの見た目の大きな変化に包茎や女性ホルモンを売ったのではと推測する声もあります。ちなみに2023年からは長期休業に入っていると紹介しましたが、一部ではその間に包茎手術や性適合手術までしているのではと考える人もいるようです。確かに客観的に胸があるように見える画像も存在しているのも事実ですが、氷川きよしさんの包茎はないと考えます。もちろんここからは推測になりますが、包茎していない理由は氷川きよしさんがカミングアウトした性自認が大きく関係しています。氷川きよしさんが雑誌インタビューの中で女性っぽい部分があることを告白していますが、この告白は世間ではジェンダーレスをカミングアウトしたと捉えられています。またこのカミングアウト報道について氷川きよしさんも否定されていないので、ジェンダーレスであることは間違いないようです。歌手の氷川きよしが2024年8月2日までに自身のインスタグラムを更新。ファンからの質問に答え交流を楽しんだ氷川は、ストーリーズで何か質問ありますか、何か疑問はありますか、1時間がっつりお答えしますと呼びかけ、質問を募集、優しく答えます、たまに強めになりますがとコメントした。そしてファンから寄せられた自撮りくださいというリクエストには、
自撮りは恥ずかしいしなんだか照れくさいけど、喜ばれるのは少数だと思いますが頑張って、可愛く美しく綺麗に撮りますと答えた。さらに海外進出の予定はありますかと聞かれ、したいです。絶対したいです。と強めに返信、出演してみたい CM はファッション、美容、お待ちしていますと願いつつ、金福さんアース製薬さん、いつもありがとうございますと感謝した。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。